ちょっとこれ FM79th コード FM79th コードからスタートして、えー、これはですねよくのこのパターンはこういうやつがこっちに来て出る出ないな、うん、6だから6だからこっちだって出るこれ外したら出るか出た出た出た これはこのちょっとここのパターンのコードフォーメーションこの FBCF のジャズコードですねでこのコードフォーメーションの場合は6コードを 9th と6コード登場するパターンですけどこれあのルートが4度ねこの4度進行ですよね そうーシートでーラーシート,でソーラーシートでここが4度ですよね縦列4度進行ですねおおあのインターバルがだからこいつがこう来てこのやつこのルートがこっちに4度進行と落ちるわけですよねん違うか 何度で落ちてんだこれ,これ F は F はちょっと待って F はどこだったっけ F は8だよねこれ B フラッ6よねえこれのパターンは違うかルートがんこれルートあったよねルートどこだったっけ何じからなくなっちゃったのこれルートですよねこっちはルートですよね で次がね、ちょっと待ってね、次が C7 フラットナイン。C7 フラットナイン。ちょっと待って、C7 フラットナイン。C7 フラットナイン。C7 フラットナイン。の。んん ?C7 フラットナイン。んなんかこれも違うような気するな。なんか違うな。これ、これちゃんテンション上がんないな。 C7 フラット9は、あの、これ、ここが、ここが C、ここで C ですよね。んで、持ってこうですよね。で、ここが1で、でこれこうしてあれなんで出てこないのうー C7 フラット9。 んこう違う,こう違うなこうこうこう出る G7 のちょっと出ない出ない出ないなんでこうだったら出る出ない C シャープで見にすな c ンフラットナイン。あれ ?c7、c ンフラットナイン。c ンフラットナインってこれよね。なんか違うの。なんか違う。c ンフラットナイン。これなんか。 C7 フラットイん？これこれでいくと違うこっちから作らんでいこか C7 うーん C7 フラットイン5度フラットイん。5はいあもうちょっと4度ちょいちょ 5でね。5でフラットナイン。うんなんか出てこないなんで c ンフラットナインが出てこないセブンフラットナインのコードが出てこないの。c ン。えーっと、c ンの構成 C7 の構成音、ここですよね。この構成音に、こう、こう切って、E デミニッシュになっちゃったの。E デミニッシュになって、C7 の構成音ですね。この C7 の構成音を、えっと、こやつを、どこまでここまで。炭酸度ずらすんですよね。だから、1、2、3。 G になっちゃうの。C シャープディミニスセブンになっちゃうね。<music> ほんで F メジャーセブンに戻るんですけどね。うん？これになって。<music> 今のずっと、うん、今のでいいのか、えー、5だから5だから5 5 5五ですね G ディミニッシュになっちゃうね C が出てない C シャーブディミニッシュになっちゃっう <laughs> ブートをここにしたらダメか出出ないね出ないななんで出ないのこれ c 7フラットない なんですけどねで次はこう来てこうこうなってこうこうこうここうなるんですけどね <laughs> あれ出てこないまあいいでしょうあこれじゃないえっ、ー、と F メジャーセブン f メジャーセブンこれねこうやつがこうなるわけですよねこう こうこうちょっとなんかディミニスセブンになっちゃったね。という並びですね。なんで c ンフラットナインが出てこない c ンフラットナイ9。C7。c ンフラットナインこれよね。 んでこれをルートを外したらどうなんのん ?C シャップあ、やっぱ C シャップディミニッシュか。こっちか。で、でこうやってこっち来て、あれそうやねここね。やっぱり、やっぱり一緒か。これでこっちか。 えこれね C シャープディミニッシュセブンってなってますけどこれは C7 シャープフラットナインなんですよね C シャープ C シャープ C7 C7 フラットナインこれなんですよねこれなんですよねこれちょっとルートを鳴らさないとちょっと分かりづらいよね。C7 C. C. セブン十三。あ、違う,違う違う、C. 7フラットナイト。C. 7フラットナイト。これなさん、ちょっと、ちょっと若いじゃない。ね。<laughs> これ、ディミニション、こう。この C. の変形形ね、C. 7という、まあ。流れになるんですね。こう、コードがですね。 これが f Bbc7f のトライアドの変形形変形形とがジャズコードですねこれがまあ基本になって。 まあ4音だからこのルートを外してしまうからねあのディミニッシュに音がこう変わってしまいますけどあのまあコードのまオ、あ、ンコードとかそのねあれと一緒でこの C, C, C の C7 の構成音っていうのはこの長3度と単7度なんですよねだからこのここ外して C7 の構成音はもうこれで。 d 7の構成音はこれでいいっていうね、うん、G7 はこれでいいんだよってもうこ,のこの音を聞いた時にもこれ G7 なんだよってこうね「思え」っていう人がいるんだけど、まあ、よっぽどね「そう思え」って言われても思えない人に思えないですもんねジャズの人たちの頭はどうなってんだろうと思う時ありますけどねいやそれは、ね、このねこのこの。 単,こうね、単7度と、ね、メジャーか真ん中のこの3度で超、超3度でもうこれセブンスなんだよってね。<laughs> なんでこんな言い方するんかな。私はい未だに理解できないんですけどね。まあでもまあ、ね、ブンスの構成音、G のトライアドの E フォームでね、これ G フォームですね。こっちがメジャー7でこれで単7度ですよね。これに 3度が来てこいつが上がって13ですよね <music> まあこれでジねこはルートあるわけですからね7単7度が来てあの超3度が来て5度が上がって13ですからねまあいいねそういう <laughs> 考え方もあるということで、えー、じゃあ C はもうこれでいいですかね、えー、だいたい C っていうかその えっと、B、えっと、今なんだっけ今 F か。D ね。<laughs> D 行きましょう。D、D。ジャムジャムやめて。もうね、また頭を真っさらにして、この D、D ですよ。D、D ポジション。D ポジションのジャズコード、ね。D ポジションのジャズコードは、えー、これですね。これの D メジャー7からスタートですね。<laughs> D メジャー7。D。 で E セブンナインスコード、E 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 セブンナインスコード、これセブンスですね。C, C からね、ナインスコードですね、C C これを B P P とあげて、で E まで持ってきてこうですね。E セブンナインスコード、E セブンナインスコード。でセブンスからマイナーセブンスってなるんですよね。これがまあちょっとあのちょっとまあ めんどくさいんだけど、セブンスからメジャーとマイメジャーからメジャーセブンスコードがいきなりマイナーセブンスコードになるっていうのがあるんですね。で、これがメジャーとかマイナーかの決定ですよね。ここはこれこれがこれがメジャーか、ルートに対して超査度でしょこれが単酸度になるんでね。そのままこっち行くわけですよね。だから。ね。 A7 この A7 なんだけど A7 は、まあ、まあここルートですよね A のでこれこれで A7 なんだけど13来るわけですね A7 の1313ね A7 の 13, 13,、ね、A の13で D69 スコード D69 スコードは C, C ケイズシステム C フォームのこの,この,この,この369ってなんだこいつが DDD ってもの、えー、D 2 d 8, だから d 6 9 t スコードこれで外して d 6 9 t スコードね、えー、これは DEEm、ね、<music> でこれ一体何をお前は説明してんだって思ってるでしょジャズわからない人はねジャズわからない人いったあなた何 コードフォーメーション言ってんでしょって多分思って聞いてると思うんですよね <laughs> 音楽理論がわからない人はね全部音楽理論って言うのは物理ですからねえって言ってね音楽理論はね物理ですって言ってねこのダイアトニックコードのこのねこのダイアトニックコードの進行上1625の1これサブドミナントねドミナント2マイナー3マイナーこれ2マイナーね でこうやっていくんだけどあのジャズの場合はですねあれどっうけうとこれがこれが元になってるわけですねジャズの場合はこれがここだからなんでそういう今の説明になるかというとこのこのこの このねドミナントトニックからサブドミナント4に行って5に行ってこう1に戻る1 4イブ5 1っていうそのねァ1451っていう動きがありますよねサブドミナントに行ってドミナントに行って1に戻るで1711と17行って 4, 4に行ってまた1っていうのがあるんですね だいたい1、4、5をぐじゅ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 やってるのが関の山なんですけどこの F のサブドミナントと G の5度のその平行調のマイナー平行調ね F の平行調は D マイナー G の平行調は E マイナーだから D マイナーこれが小文字になるね D マイナーこのえっと G の平、えっと、F の平行調は D マイナーだから2マイナーになるわけですねマイナーで この G の平行値は e, e マイナーだから e マイナーこれ3マイナーになるわけですねでこの理論がこ,こやつのこの1-4-5-1の中にこれじゃあまりにもコードが単調すぎるんでこやつらがこう入り込んでくるわけですねこの入り込んでくるのがこれ4度進行5度進行のこの間に入り込んでくるのがこのこの考え方なんですけど、うん、この考え方ねとここで今説明してるのは これ E7 に行って D からスタートして E7D からしたらどうどうでん ?D だからえっと02でしょこ22ですよね21からスタートしたら2ですよね1からスタートしたらえっと1からスタートしたら2ですよね1からスタートしたら2でこれ2っていうのはこことここにありますよねあとどこありますか こ,こでしょほんで1からスタートしたら2セ2ンってここにありますよね見え,る見えるかな1からスタートしたら2ンここ全部使えるコードですからねこっちからピンって飛,飛んだんですよね E7K でんつねこの1から飛んだら2ンで九も使えるフラット九も使えるって書いてあるでしょ でそのパターン事例をそのコードフォーメーションで今私がずっとこ,うここに打ち込んでいってるわけですね。勝手にお前ジャズって言いながら勝手にコード作るんじゃねえよじゃないわけ。必ずこういうそあのジャズのコードフォーメーションの動きをするわけ。ほんでもって5に戻ってきて1に戻るわけね。適当に打ち込んでなんかお前の知ってるコードをここに並べてんじゃねえかってじゃないわけよ。 あのひねくれたやつはそういうこうなんか人が一生懸命説明するとねそういうふうに思う人がいるわけねなんでかわからんけど自分が知識がないことをねなんかあの俺の方が知ってるって必ず言ってくるバカがいるわけよねそういう人はその人についてってくださいねどっちが正しいこと言ってるかすぐわかるでしょだってこれにのっとって言ってるだけだからね でその時にこうコードを探して説明してるんです。1から2、7、9ンスコード、フラットナインも使えるわけね。で、この時にマイナーってなってますよね。マイナー2、えー。これマイナーっていうのはこの、マイナーっていうのはこ,のこ,こっちからこっち行くよね。マイナー7とマイナー9、えー。マイナー9は使えるって書いてあるでしょ。 このいい1の D から伝えている E は2でしょマイナー7とマイナー9は使えるって書いてあるでしょだから今ここに打ち込んでるんですよ勘違いしないでねなんか私にこう謀反を起こしたい人もいるかもしれないけどそれではジャズの理論ねちょっと勉強してから来てね適当になんか打ち込んでると思われるとこうそうじゃないからねこのケーデンツに従って打ち込んでいってるわけですねでそれのコードフォーメーションをここに表してるんですよ ほんでもって、え A だから、A で A でしょ ?A ということは、えっと、D からしたら、ドレ、ミ、ファ、ソラ、6でしょ ?6 ということは、どこに行ったのかなここを通るわけよね。6マイナー7もしくは6マイナー9に行くわけでしょ ?6 マイナー、あれだ、A か。6マイナーじゃないなん ?D から数えたら、D、えぇレ、ミ、ファ、ソラ、5よね。五 5, 5。ごめんごめん、5, 5は、 あの5ン要するにこの今ここに上がったのよね二 <laughs> マイナーこっちに上がってこの,この縦のラインに落ちてきていいわけだからえっと5五この五度ね D から数えたら A は5でしょラシドレーン D, D だからレミーファーソーラーよね5度5度の13に5度の13ほら5度の13 ここに書いててあるでしょ5度の13ってね分かった、ね、なんか頭の悪いやつはさ俺がなんか適当に知ったかぶりでこのコード打ち込んでると思うから違うからねこれジャズのコード進行上こういうふうなフォーメーションを取るという5度の13これをコードで出してんのよいやなんで13使うのってね「13じゃなくていいじゃねえか」じゃないわけ13使わないといけないわけジャズはね そうなってんの分かっていただけたかなこんばんはこんばんはちょっとジャズのね、ケーデンスに作ってジャズコードってねものすごくねあのだから結局ジャズコードを探す時にこのジャズコードを探す時にねこの1こ,のこれがサブドミナントこれがドミナントこれが3マイナーでこれが2マイナー。だから これが骨格よね。ポップスとかニューミュージックとかまあ演歌の限界ですよ。だけど、このマイナス7。フラット5とかこっちこう流れていくわけ。ここからどっちに上がってもいいの、ね？左経由で真ん中の軸に降りてきたり、右経由で真ん中の軸に降りてきたりするわけ。その時、一旦ここを経由しないと下に降りないわけね。だからこの <laughs> 音波<歌>の <laughs>。 音楽のこう回るこの表をあのどっかで探してきてあの本でもってここに書いてあるコードに飛んでいけばいいわけねそしたらジャズコードのコードフォーメーションがこうこう頭の中にいっぱいこう入,って入り込むわけ使っていいコードっていうのは限られてくるわけね何もかもそのイレブンスコードを使っていいってわけじゃないわけねイレブンスコードは5度のイレブンスと 13とサススティンスそうようね。4度の1オクターブ上が11コードなんだかこう、サスティンスコード、サス2、サス2ね。あの、置き換えるコード、使えますよね、5度には。だけど、6には、サスピンレッドコード使っちゃいかんよね。マイナーセブンスとマイナー9しか使っちゃいけない。1スタートの音に対してね。で、このコードフォーメーションのケーデンツが、もう何パターンも出来上がって、あの、 ジャズの黒本がこうできてるわけですよだからジャズを練習する時はまずダイアトニックコードの流れを覚えておいてそんで1625覚えといて本でもってそこからど,どのコードに流れてどのコードに行ってどのコードに行って戻ってくるっていう時にこれシクスコードで終わってるでしょ私メジャーセブンスト、マイナーキュードナインスコードとサスピンデッドコードと、えー 6コードで終わってるからさっきこの6コードで終わるこのケーデンツを乗せてるわけですよ。いいですかなんで D メジャー7終わって6コードないんで終わるんだよってあのポップスとかニューミュージックしかあの練習してない人は思うわけ。<laughs> 終止系が違うって違うの。ジャズの場合は終わる時に終わる時に6コードね6コード見える 6コードで終わるのが出てくるわけ1スタートの6終わり1スタートのメジャー7ン h 終わり1スタートのメジャー9ンスコード終わりねでサスペンデッドコーっていうのが出てくるだからまあ一番手取り場がいいのはもうこやつねこやつをなんか枕の下に引いてその音を探して何番目に行ってこう行ってこう行って行くから こうなるんだっていうのをあのー、このケージドシステムのこのこれえっと C ホームねケージドシステムの C ホームの音感の並びねこれ369って並ぶわけだからこいつがずっといけばコードはもう分かるこっちトッピングでこれ外すけどあとケージドシステム A ホームの、えー、このこの G ホームになっちゃったけどこれメジャーセブンスかこっちに並ぶわけだから6コードねでその時はこう上を外すわけ。 いいららないからメジャーセブンスこうなってメジャーセブンスねだからジャズの人たちのその基本コードワークというのはー自動システム G ホームー自動システム G ホームの音下の並びこやつがピピピピピピピって上がってこやつがメジャーセブンスもうほとんどメジャーセブンスねほんでこれ単7度で6コードでこっち持ってるねこういう並びが多いわけですよ6コードでね 終わるというだからそのケーデンツその音歌がでそのジャズの黒本見てみるともう山ほど何千曲あるのか分かんないくらいこのあのあるよねあのこのコードフォーメーションが。で自分はその要するに1スタートの2ンのってこんなやって今日はコード編よ。ね。あのセブンスを4度で回すっていうのも。 結局このコードフォーメーションの中のどっかのパターンに入り込むわけね。でこの,このコードフォーメーションのパターンのこの,このバリエーションをこう何,何パターン弾けるかがもうプロかアマかあのね理論のわからないバカかになってくるわけよね。だから3マイナー71から3マイナー7で とと戻りますと1から3マイナー経由の4飛ばしの5でこう戻りますとか1から2マイナー7の3マイナー系のこっちに戻りますってよくあの YouTube なんかでだ、ね、ギターのプロの人たちがいろんなパターンをあの説明してくれてますよね。それっていうのはこのこのパターンの中のどの組み合わせで、えー、1451とか。 1イ1ー3ブ7ワ1とか1ー2ブ7とこ,このパターンねそれプラスこれだったらダイアトニックコードのニューミュージックとポップスのコード進行と何ら関係変わりないわけだからジャズはね高尚なコードフォーメーションのワークになるわけだからコード知らないとテンションかけられないわけですよね。 と前3マイナー7フラット5をかけるとねこれに対して3マイナー7フラット5をかけますとだからダイアトニックは当然分かってないといけないのよダイアトニックが分かってないとジャズのあれにはいけないんですよほんでもってそんでもってねあのジャズをまず覚える時のそのルートのたらい回しねこうルートがこうやってこうずっと下がってくるわけねそれに合わせて今の形でその7ンスとか9 t スが入り込むね ほんで、ケーデンツってことでルートが上がっていく時のディミニッシュ挟み込みね。なサンドイッチみたいに。D、e、ね、どレ、れ、どれ。ここはもうルート挟める位置がないよね。レ、レ、ミだから。ディミ,ディミニッシュ挟めないでしょ。次の音だ。だからマイナーセブン九がかくるわけ。さっきのやつはディミニッシュがここが一度、ここが、ここが、ここが、 1>, 1個開けばここにケーデンツとしてこのルート2個1個足したなんかなんかディミニッシュ美味しいやつを挟めますよねそういう風に見ていくわけねそう,そうするとなんとなくジャズのコードフォーメーションが見えてきたでしょジャズのコードフォーメーションっていうのはちょっとパターンがありすぎるけどねパターンがありすぎるけど この結局はあ,あなんだそういう風になっていたのかっていうねこれはダイアトニックよねダイアトニックの,あのそのサブドミナントとドミナントがググググググって回っていくまあその10ね12個のダイアトニックコードほんでそこに今度はモーダルインターチェンジって言ってそのコードフォーメーションがそのねロックとかあの フォークはそのバッキングとかでビートうスライドさせてね、音をその F の音、F フラットから F の音をそのいく下の音からビートう伸ばすけど、ジャズの場合はそれは邪道すぎるわけよね。セブンスとかナインスで音をつなげて、えっと、上げるときはディミニッシュで音階をつないで、ルートの音階をつなぐときはディミニッシュセブンハーフディミニッシュセブンね。というふうになるわけ。 で、この時の、この時のね、この、このディミニッシュセブンの考え方ですよ。まあ、これディミニッシュセブン出てこないけど、ちょっと言ってきますけど、例えば、この C、C からスタートしますよね。C から。ほんなら C シャープ、この C シャープディミニッシュ、C シャープディミニッシュを挟んで、ほんで、 Dm7 に行きますよね Dm7 に普通は Dm7Dm7 ね Dm7 でちょっとちょっと話が前後するけどあの CC、ー、ね C があって C があってこのあれ C はどこだ